産食材で簡単クッキング、藤沢ご飯。こんにちは、松本美希子です。小林恵子です。今月の食材は枝豆です。はい、枝豆には糖質とタンパク質がたくさん含まれています。また大豆にはないビタミン C もたっぷり含まれています。そうですよね、栄養満点ですね。はい、6月の食材は藤沢さんの枝豆を使います。今回は枝豆たっぷりのパスタです。材料4人分はご覧の通りとなります。今回は枝豆とツナの和風パスタを作ります。手元に塩昆布がたっぷりありますが、これは何に使いますか？今回は塩昆布を使って味付けをしていきます。さあ、まず生のこの枝豆に下処理が必要ですよね。はい、まず塩を入れて塩もみをしていきます。はい、ではこれは、なぜ枝豆の表面についている汚れや産毛を取り除くためです。さあ、では茹でていきましょうか。はい、沸騰したお湯に分量外の塩を入れます。はい、これでどれぐらいの時間茹でたらいいですか？だいたい3分から4分茹でていただければ大丈夫です。はい、茹で上がったらザルに上げ冷ましておきます。パスタを茹でていきます。はい、では大さじ1の塩を入れますね。今回は6分ほど茹でていきます。はい、枝豆は中身を取り出し、大葉は細切りにしておきます。いよいよパスタの味付けの部分ですね。はい、はい、まずボウルにツナを入れます。はい、このツナはツナ缶の油ごと、油ごと使います。そしてこの塩昆布ですね。塩昆布入れていきます。もうこれだけで味付けが完了ですか？はい、わ、手軽。そしてでツナをほぐすようにしっかり塩昆布と和えていきます。茹で上がったパスタは水で冷やします。冷ましたパスタにオリーブオイルをかけていきます。はい、ではオイルを入れます。はい、そしてパスタ同士がひっつかないようにしっかり油をなじませていきます。先にオイルで和えるんですね。はい、そうしたらなじんだところに先ほどツナと昆布を和えたところに入れていきます。はい、では主役の枝豆も入れていきます。投入しますね。はい、うわー、これすごい彩りが綺麗になりますね。はい、これで枝豆とツナの和風パスタの完成です。冷製パスタってこれからの季節にも本当いいですね。はい、塩昆布で味付けしているので、とてもさっぱりとした一品になっています。夏に向けた冷製パスタ、お試しください。